はい、今看護くんがバックスイングなしで1メーター半のパターを、カップに入れようとしています。はい、どうぞ。はい、ナイス、続けて。これはですね、パターのソールでボールの下の芝をこするように押してフォロースルーを低く長く取る練習ですね。みんなフォロースルーがかち上げちゃうのでボールが左行ってしまったりですね、正しい転がりができないんです。当たってからヘッドっていうのはですね、徐々に加速していくんですね。フォロースルーが緩むとボールは左に行きます。ですから、フォロースルーを加速する練習にもなります。ね、彼らはこれを50発ぐらい連続して練習しますね。はい、非常に低くフォロースルーが取れてます。でフォロースルーに行くに従って左サイドが、こちらから押されているように左右反作用の力でボールを押し出してますね。非常にいいと思います。はい、ありがとう。